浦浦さんよりりきまましたありがとうございます先日とある番組で森久保さんが新人声優あるあるを訪ねられ、はい、新人はブースのえ橋の席に座るうん、うん、初回のアフレコの座席がその後の現場の固定になることもあるためうん、うん、初回に遅れた新人が最後まで真ん中に座る羽目になって気まずくなることもあると答えてらっしゃいましたうん、うん、最近は新人声優さんとの絡みも多いお二人ですが忘れられない新人声優時代の失敗や気まずかったことなどありますか、うん、これはもう集団ででアフレコをやってた時の話ですね そうだねみんなでね確かにそんなこともありましたねあの新人声優あるある一つ言うと先輩への挨拶列をなすってありません誰か一人が先輩に挨拶しに行ったらあじゃあ私もついでにみたいな感じでなったりとか一つの時間で済ませようみたいな行列をなすことがありますねあれは本当に仕方がないんだけれどもなくていいんじゃないかと僕はずっと思ってるんであれは本当に難しい話ですね一秒後には名前忘れてるから 名前忘れてるというか聞いてないんだよ最初から多分儀式としてあよろしくお願いします名前はさ知りたかったら別に交番表に書いてあるし、うん、まあ知らなくても別に仕事はできるから、うん、何とも言えないんだけどね何とも言えないですよね難しいよねそれをしないとねぐちぐち言うやつがいるんだよい,ます、ね、いつまでもぐちぐち言うやついるんだよ誰かって言えないよそんなこと <laughs> <laughs> 同年代にもいるんだよ あいつは挨拶してこなかった新人の頃みたいなねいいこと言うやつもいるからさまあしょうがないんだけどねなんですか西山さんいやあのさしし西山みたいに言わないでよ <laughs> いやい西山じゃないですよまるで西山みたいに言わない西山じゃないです、うん、西山さんではないですあ,よかあちゃんとねそれははっきりお願いしますよ西山さんだってそういうこと言ってるの聞いたことないですけど、ね、あよかったよかった,かった今全員リスナーは西山だと思っていいちゃいます聞いてましたからいやいや,やめてくださいまあ確かにいますけどそう,そういう人がいる以上やらざるを得ないんだよね <laughs>、うん そういう人って声がでかいからさそうなんだよお前の席で言い拾すんだよそういうこと話うまいんですよねそういう人ってだからみんなそうなんだと思っちゃうっていうのが逆に梅原さん全く気にしないしむしろ挨拶しない側ですもんね梅原さんはその列なしてたら列なしてるなこれは今私は行かない方がいいだろうなよし役に徹しようみんな方に行くタイプですもんねあいやでも列なしたこともあります 昔はそんな時代があるんですかそんな時代がありますよ。嘘だよ、ないよ。いやりますよ。これ、新人の頃はやりますよ。どんぐらいの期間ですか ?2 年ぐらいかな。おお<ー>。いや、もっとやってるわ。<laughs> 普通にまだって行いくわ。行くが行くが。 行くが意味あるのかなとは思うけどね。そうだよね。だからさ今のさ少人数制になってさ、うん、挨拶する人数が三人から四人ぐらいになってるっていうのはすごくやりやすいよね。うんうんまあ、やりやすいが逆になんかこう近づいて挨拶していいのかどうかみたいなね。ああそれもある、ね。この状況だからさ<ー>どうせマスクもしてるし、ね、顔も見え見えやしないのに難しいなって思ってきた難しいよね。<laughs> 音響監督さんがたまにさ入ってきてくれて何、うん、は、えー、キャスト挨拶しますっていう場合。 ありましたね。あれ楽ですよね。あれありがたいですよね。システムは本当に楽ですよ。うんうん、あれがあるあるだな自分の中では。